はい、今日はちょっとまあ録音でございますんで、はい、ちょっとちょっと初中見舞いの電話でもちょっとみんなにして、夏ですから、はあ、みんな元気かななんてちょっと電話いろいろしてみましょう。電話、はい、ああ、どれに、まずじゃあ山本をしよっか。じゃあタイムマシン3号の山本。タイムマシン3号の山本、うん、あ、わかりました。いるかな、どうなんでしょうね。いると思うけどな、この時間。ああ、来た。もしもし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 。はい。寺田心です。あ、おはようございます。おはようございます。タイムマシン3号の山本浩二さん、こんばんは。あ、こんばんは。あ、偉いね、一人で電話できて。キングオブコント、キングオブコントね、うん、M1 グランプリの、うん、決勝の舞台、うん、すごいですね。いやいや、ありがとう、本当に。いろいろ見てくれてるんだね。いつも、家族で見て、うん。うん、デブと顎気持ち悪いなって言ってます。言い方悪いな。心くん。はい。心くん。はい。年上だから、はい。あんまりそう悪口じゃなくて、はい、名前で呼んでくれるかな。名前、はい、呼んではいけないあの人だって言われてます。気持ち悪い顔してよ。気持ち悪い顔ってなんすか？気持ち悪い顔。気持ち悪い顔がありには、なんか、印象には残らねえな。心くん。そうやろ。親呼んでくれる？お母さんいる近くに。お母さん。心くん。はい。ん？はい。お母さん、買い物行ってます。あ、そうなんだ。帰ってきたらもう一回電話するに言ってくれる、お母さんに。はい。うん。すごく聞き分けいいんだね。ね。うん。やっぱり暇なの？やっぱりって何？うん？暇なんですか？うん？暇なん、今日たまたま暇なんですね。うん、今日は、まあたまたまね、結構スケジュール待ってる中で今日は休みだったけど。クソみたいな仕事で埋まってるもんね。うん、何クソみたいな仕事って、心くん。クソみたいな仕事でスケジュール埋まってますもんね。心くん。はい。はい、お父さん呼んでくれる？お父さん仕事です。あ、お父さん仕事、日曜日じゃないの今日？あ、今日、あ、日曜日も行ってます。あ、仕事行ってんのね。はい。で、家心くんしかいないの今？僕と、うん、お友達。あ、お友達？はい。え、誰お友達って？変わります。あ、あ、ごめんね。うん、もしもし。はい、もしもし。もしもし。もしかして。意外な付き合いにびっくりしてるんじゃないですか。嘘でしょ、本当ですか。こんばんは。はい。五木ひろしです。つながってるんですか。ブリーズ。いやいや、ブルーじゃなくて、一木さん。まだ、悪口言われてた方がいいんだわ。喋れないって、もう。こんなの、こんな涙。人は言っていてしまった。人は言っていてしまった。もう帰らない。じゃ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 。いつきさん。はい。いつきさん。はい。いつきさん、お母さん呼んでくれるかな。お母さん仕事です。お母さん日曜日結構もういいお年でしょうけども。ええ。お仕事なんですか。山本さん。はい。ご無沙汰してます。山本です。夏の。はい。上がる情報。夏の上がる情報ですか。ちょっと、リスナーの皆さんがちょっと嬉しくなるような情報。あ、
なるほど。まあちょっと急でしょうから。はい。ちょっとシンキングタイム。なるほど。チェーン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 はい、世界陸上ですね、やっぱり。はい、世界陸上がすごく今熱くて、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。僕もちょっと陸上、はい、マラソン最近やってるので。マラソンとかけて。はい。はい。マラソンとかけて。はい。どうぞ。何？はい、マラソンとかけてですか？はい。はい。マラソンとかけて、寺田心くん。うなぎと解く。どっちが決めるんですか僕に決めさせてくれないんですかマラソンとかけて。はい、はい、はい、はい。うなぎと解く。はい、はい、はい、はい。その心は。やっぱ、どちらも、ですかね、土曜がおすすめですかねはい。次の日が休みなんでね、はい。世界陸上とかけましてもう一個ですか今なかなかよかそこそこ今うなるような答え出たと思うんですけれども一木さん妊娠戦と解きますそれ二つやります寺田心ははいはい寺田心は寺田心はその心はじゃなくてですか呼びましたかいやその心はじゃなくて寺田心は呼びましたいや呼んでないっすめちゃくちゃさえ、何でしたっけ世界陸上とはい、かけまして、はい、妊娠線と。妊娠線と時、はい、はい。はい。はい。どうぞ。いや、その心はが寺田心はになって出てきたんですよ。だから、まあ、あれですかね、どちらもこう、線が大事とかですかね。山本さん。はいはい。死んでくださいうるせえこの野郎なんだってなだこの野郎なんか怒ってたねなんかね初中見舞いなんでずいぶん怒ってたねなんか怒ってましたねなんでしょうねあいつ、はい、だいぶ一木さんとの距離が縮まってますね、はい、そうやねなんか、はい、もう一人ぐらいいけんのかなじゃあ山野もう一人あ山野ブラックパイナー、はい山野、はい、はい、もしもしおいはい俺はい俺はい俺だよあ、どちら様ですか俺いや、俺って言われても俺あ、サッカーの応援の俺はい、いや、俺しか言ってない大ヒントあっただろわかるだろ俺だよサポーターの方ですかおいサッカー、はい、よく聞けよはい俺だよ俺だよいやいや、ヒントになってないずっと変わってないんですけど三浦和也だよいや、わかんないですよあんまカズさんがそれ言わないですよわかるだろはい。キングカズだよはい、キングカズさんですか。はい。元気かあ、元気です。多分初対面だと思うんですけども。はい。おはようございます。お前、あんまり俺名前言わせるなよ、お前。すいません。あ、恥かかす。俺だぞはい、キングカズさんですよね。はい。おはようございます。キングつけなくていいよ、恥ずかしいから。あ、すいません。うん、はい。カズって呼んで。はい、あ、カズさん。うん。はい。何やってんだ、トシは。トシあ、多分これ間違えてますね。トシトシじゃないです。何やってんのトシ今日は。いや、トシじゃないんです。行こうよ、セール。セールあ、僕トシ。アルマーニのセール今日行こうぜ。あの、パーラトシさんじゃない。すいません。聞いてください。全然トシ多分間違えてます。アルマーニのセール終わっちまえよ。いやいや、パーラトシコさんじゃないんです。あの、山野っていう芸人なんですよね、一応。はい。山野？はい。あ、通りで全然噛み合わないと思いましたけども。はい。今日アルマーニのセールかわかんないですけど、僕、全然アルマーニは持ってないです。あ、山野、はい、すいません。すいません、なんかテンション下がっちゃいました。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。どうしたらいいですかね、すいません。どうしたらいいですかねって、こっちが聞きたいんですけど、はい。こっちが下げてきてるんで、はい、全然。なんか、はい。せっかくですから、はい。なんかあります？いやいや、なん
かありますんですか？夏どうしてんですか？夏、あ、僕は結構夏を満喫してますかね。はい。何してんの？もう昨日とかは僕一人でつけ麺屋さんに1時間半ぐらい並んで。榎本。いや。はい。こっちにいたトシが。トシちゃんじゃないんですよ。おい。はい。誰やってんだよ。榎本。いや、榎本にかけてるんですか？そっちがトシちゃんになっちゃったんですか？ちょっとよく状況が今つかめないんですけど。トシちゃんなんですか？何時間待たせんだ、榎本。いや、古いんですよ、しかもトシちゃんの真似で、榎本は。アルマーニのせい終わっちゃうよ。いやいや、もうごちゃになっちゃってるんですよ。榎本。すいません、先輩。榎本。どこいるんだ、はい、今。今、外にいます。榎本になっちゃう。地名だよ。地名は赤坂です。何やってんだ、赤坂で。赤坂なんて、ベンチに座ってます、この辺の。先輩が遅いんで、一人で、はい。予習してました。おい。はい。お前、榎本じゃないな。いや、分かってるでしょ。榎本じゃないんです。一曲もらっていいですか。はい。うわぁ、暗がりで咲いてるひまわり。嵐が去った後の日たまり、そんな君に僕は恋。すいません、すいません、すいません。はい。どこで歌ってんですか？今、公園というか、ベンチで。Stay Night Dreamer。じゃあまたちょっと電話していきましょうかね。ちょっと、初中お見舞いの、電話です。はい。滝沢にしますか、じゃあ。マシンガンズ滝沢。はい、マシンガンズ滝沢。今、ゴミ収集の会社で、もう正社員としてやってらっしゃる。そうですね、就職したなっていう。はい、もしもし。もしもし。はい。あ、滝沢さんでいらっしゃいますか？あ、滝沢です。はい、今日はなんか、お悩みがあるということで。はい。はい、どうぞ。そうですね。僕、会社員として働いてるんですけれども、ゴミ清掃業の方で、なかなか住民の方が分別してくれないっていうのが。ゴミの分別を？はい。それは今、もちろん東京都でやってらっしゃるから、はい、どういう分別の状況になってるんですかね、今は。そうですね。例えば、缶ゴミをなんかもう可燃とかに入れたりだとか、いろいろもうごちゃごちゃになってて分けるのが大変なんですよね。でも、結構昔に比べると随分分別もね、されるようになってますけども。だいぶそうですね、住民の方々のその、お心遣いが。うん、ええー、ただちょっとやっぱり外国の方とかもいらっしゃるんで、なかなか、はい。ここら辺が。まあ、まだちょっとルールが浸透されてない方もいらっしゃるのかもしれませんね。そうですね。はい。まあ、だから悪意でやってるわけじゃないですからね。そういうわけではないですよね。はい。でも、なんかたまに、その23区あるうちの区によっては、あれなんですよね。はい、燃えるゴミ、これが燃えるゴミなのか、燃えないゴミなのかっていう、またちょっと色々違うんですよね。そうですね。例えば、プラスチックゴミっていうのがないところであれば、もうプラスチックはもう燃えるゴミとして。してね。出したりとかしますね。あれはやっぱりゴミ処理場の性能によるみたいですね、なんかね。そうなんですよね。あと、だからそれが、まあ言ってみたら資源になるかどうかっていうのがありますね。はい。滝沢さんは基本的には何区を中心にやられてるんですか？僕は基本的には世田谷だとか、中野だとか、そこら辺ですね。はい。そうですか、なるほど。これ、なんですか？え、なかなか聞いてくれましたけど。何も聞いてくれたんですよ、これ。何ですか？こっちのセリフですよ。ええって言われたんですけど、はい。どう、やっぱり夏は厳しいですか、なかなか、仕事も。そうですね、やはり気をつけなきゃなっていうのは。やっぱりでも一生懸命働いてたら、ちょっと水分を取るタイミング失っちゃったりすることもあるだろうしね。そうですね。やっぱりあと、塩分がやっぱり大事なんで。そうですよね。喉乾いたと思った時にはもう遅いって言いますもんね。
そうですね。常にやっぱり口に含んでる状態がいいとはやっぱりいろいろ先輩に教わりますね。常に口に含んどくっていうのはどういうあれ？もう口の中に水を入れて、そのまま回収したりとか。ああ、もうそういうの。回収しながら喉が渇いたらそのまま口の中のを飲むっていう感じですね。脱脂麺かなんか入れといたりとかしてさ、脱脂麺とかさ、ほら、ガーゼみたいなの口の中入れといてさ、はいはい。で、水含ましておいて、チューチューやるっていうのもいいかもね。そうですね、その発想はなかったですね。うん、でもそっちの方が、キープはあるでしょ。だって、口開いてもこぼれないしね。ああ、そうですね。うん。発足はした、じゃあ、周りの仲間に言ってみます。はい。まあでも、最初はちょっと違和感があるとは思うけど。そうですね、脱脂麺を口の中に入れてるわけですもんね。やっぱりちょっと呼吸の方も大変かなってのはあるんですよね、そうなると。だから、なんかね。はい。まあ、水分補給だって言うから、ついついお水をほらね、まあ安いし、安いっていうのもあるしさ、お水をついつい飲んでりゃいいと思うけど、やっぱでも塩分が大事なんですよね。そうですね。やはり僕は、ちょっと塩飴とかだと甘ったりなってのがあるんで、やっぱ銀紙に塩を入れて持っていくっていうのがやっぱり一番いいと思います。やっぱりそういう生活の知恵ですよね。一つにね。そうですね。で、やっぱり銀紙あげてペロって舐めるのがやっぱり劇的にやっぱり回復しますので、うん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 、まあ、はい、その経口補水液とかそのスポーツドリンクみたいなものもまあ飲めばいいけど、はい、キリがないしね。お金がかかるっちゃかかるからね。そうなんですよね。やっぱりおにぎりをなんかやっぱり握ってって節約するぐらいなんで、うん、できればあんまりね、使いたくないっていうのはありますよね。だからどうしてんの？水道の水凍らして？あ、はい、水道の、なんか冷水器みたいなのがやっぱり工場にあったりとかするんで、これを、はい、ペットボトル入れたりだとか、うん、はい。ほんで塩飴舐めたり、そうですね。銀紙のお塩舐めながらやってるんだ。はい、ええー。うん。いいですね。頑張ってらっしゃいます。はい。ちょっと暑いからっつって、半袖着てさ、はいはい、薄着で肌出していると逆に焼けて体力取られるからね、逆に長袖なんかの方がいいなんていう話もありますよね。やはり毛虫の問題とかもありますんで、長袖の方はやっぱりとかないと。そうか、そういうのもあります。今もうヒヤリなんかのね、話もあるし、そうなんですよ。できれば長袖で。はい、そうですね、うん、長袖、そうですね。やっぱりちょっとめくってる若者もいるんですけど、うん、やっぱりやめた方がいいよっていうふうに、うん、絶対手首までちゃんときっちり長袖でガードした方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、うん、あと何があるのか分かんないで、マスクもちゃんとしてっていう感じかね。そうかもしれませんね。はい。じゃあまた、まだまだ暑いですけど頑張ってください。お見逃しの中心に聞かれて、またお電話ください。はい、はい、情報満載でしたね。あいつなんかさ、あれなんだよな、古いんだよね、なんかやることが全部。なんか銀紙にお塩を包んで持ってったりとかさ、おにぎりもあのほらもう腐らないようにお酢かけて、おにぎりお酢まみれのおにぎりだったりさ、なんか どういう生活の知恵っていうさ、ちょっと雑な知恵なんだよな。なんか悪かないんだけど、うん、面白いですよね。暑いでしょうね、相当。でもゴミ収集ね、そうだと思いますよ。朝から結構早い時間からやってるっていうけど、それでも暑いよね。うん、いやちょっと偉いと思う、すごいわ。もう一人ぐらいいける？じゃあ金木よか。おう、これはつまんないだろうな。どうやってもつまんないからね、マジで金清って。あ、そうだ、この間結婚したんでしょ。そう、うん、あ、もしもし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 、何ですかこの電話。奥さん、どのパンツ履いてんの？あ、黄色です。もしもし。黄色か。はい、興奮するな。はい、今どんな格好してんの？あ、今、ネグリジェで、ええ、
リグリシェです。興奮するなすいません、何の電話ですかこれ奥さん、はい、今日はご主人は いないの？あ、今日はちょっと出張でいないです。あ、そう。うん。じゃあちょっとご主人いないから寂しいんだ。そうね、寂しいね。だからこういうところ電話してきたの？我慢できずに電話しちゃった。あ、そう。今日はどうすんの？これから。いや、今日はもう一人で寂しく寝ようかしら。ちょっと外には出てこれんの？え、外に？いや、いや、ちょっと外が。ご主人はいないんでしょ？うん、今日はいないの。少し外出てこれるかな？ああ、いいわよ。どこまで来れる？どこまでも言ってくれた場所に行くわよ。新宿わかる？あ、新宿わかる。新宿は今からだとどれぐらいかかる時間は？新宿だったら30分ぐらい。あ、そう、お化粧もしなきゃいけないのに30分出てこれんの？ずいぶん焦ってるね。いや、もう化粧もしないですぐ行くから。いいのよ、化粧しておいで、しっかり。じゃあ化粧するから。じゃあ1時間後にしようか。1時間後。うん、分かった、1時間後ね。うん、じゃあどんな服で着てる？目印は？目印は花柄のワンピース。花柄のワンピースね。髪型はどんな髪型？髪型はちょっとベリーショートでベリーショートね。ショートで花柄のワンピースだね。身長はどれぐらいかな？186センチ。186センチもあるんだ。ずいぶん大きいんだね。ちょっと大柄なの。モデルさんやってんのかな、お仕事は？いや、芸能？いや、芸能とかじゃないんだけど、うん、牛丼屋さんで働いてるの。ああ、いいね。通学でお願いしますよもう通学になっちゃってる。じゃあまた1時間後。じゃあ1時間後新宿ね。はい。